研究年頃研究室。はあ、辛い。ダイエット中とはいえね、3日ほとんどまともに食べてないもん。なんか肌もカサカサだし、目も開かない。でも痩せたいし、食事抜きダイエットって決めたしね。そんなダイエットはおやめ。へえ。痩せたいからって食べないのは絶対ダメ。でも近道じゃないですか。栄養不足は美容にも良くないし、病気につながる恐れもあるのよ。でも…でもじゃない。健康的に痩せるコツを教えてあげる。健康的に痩せるダイエット講座。普段自分が食事で摂っているエネルギーと消費するエネルギーをチェックして、超えている摂取エネルギー分を減らすのよ。どうやるんですか？最近は食事を撮影したり、食べたものを選ぶと摂取エネルギーを計算してくれるアプリみたいなものがあるね。あと、君たちの年代の女子が平均的に消費するエネルギーを計算できるサイトもあるよ。そもそもあなたたち、普段朝食とってるの？ジュース飲んでます。ドヤ顔で言わない。朝食は絶対とること。3食きちんととるのが大事だし、朝食べないと勉強の点数が伸びないってデータもあるんだから。主食をとる場合も脂質が少ないものを選ぶこと。クロワッサンじゃなくて食パン。ご飯派は豆腐やお魚がいいね。体の調子を整えるために野菜も絶対食べてね。具沢山のお味噌汁なんかはとってもいいよ。あとは昼食や夕食のおかずね。ハンバーグ食べたい。ひき肉も気をつけないと脂質が多いこともあるのよ。お肉ならバラ肉より脂身の少ない赤身を選んだり、鶏肉なら皮のついていない部位を使うといいね。あとは余分な脂を吸い取ったり、一度茹でて脂を落とすといいよ。知らなかった。それから野菜から食べるとか、歯ごたえのあるものをよく噛むとか、いろんなコツがある。おはよう。うるわしい朝ね。健康的に痩せたじゃん。あなたもよ。美容も健康も食事でうまくいくんだね。ほんとだわ。しかも私ったら言葉遣いまでこの通り。おその喋りはきついかな。詳しい健康的なダイエットはウェブでチェック。太らない体作りも教えるよ。